ヨハネス14世はローマ教皇、パビア生まれ、本名はピエトロ・カネパノーバ、パビア司教であり、神聖ローマ皇帝夫2世の下でのイタリア文書局長であった。ベネディクトゥス7世の後を継いで教皇に就任する。就任にあたり、ピエトロはペテロのイタリア語名であり、自身が聖ペテロに関連付けられることを避けるためヨハネスを名乗った。就任後すぐに、 夫を2世はマラリアにより、ローマで死去した。ヨハネス14世は後ろ盾を失った。夫を2世の死の法を受け、対立教皇ボニファティウス7世は、コンスタンティノポリスからローマに帰還する。ヨハネス14世へ反感を抱いていたローマ民衆の後押しもあって、ボニファティウス7世は、ヨハネス14世をサンタンジェロ城に遊兵した。ヨハネス14世は、 補修されたまま984年8月20日に死去した。死因は菓子家毒殺とされる。ボニファティウス7世も翌985年に殺され、ヨハネス15世が強行に即位した。ありがとうございます。